どうして牢屋に入る羽目になったのか本当に思い出せないのか。他の被害者と同じ記憶だ。銀の時計、ベルの音と何かの影。銀色のものとベルの音？どうやらあなたひどく疲れているようだな。はい、とてもひどく疲れてきました。さて、君にも一仕事してもらおうじゃないか。やりたくなってきただろう。はい、これから仕事に行きます。君のせいで損した。ロンドンの人々に協力してもらって財産を取り戻すのが道理だな。金を盗んできてくれるだろう。はい、金を盗みに行きます。よしよし、よくやった。さて、君のような犯罪者を町に放つわけにはいかないな。自首したくなってきただろう。どうだ。はい、俺は警察に自首します。ああ、そうそう、警察ではバカなダンスでも披露するといい。不気味だったぞ。エッツヨとかいう名前をブツブツつぶやいて。エンツヨカペリだ。悪魔じゃない、催眠術師だ。イタリア人ですらない。やはりな、催眠術が関係していると疑っていたのだ。そいつを探さねば。性のものは全部取らなきゃ。今すぐ話せ。白状する。本当はイタリア人じゃないんだ。イギリス人の催眠術師なんて誰も求めてない。なあ、黙ってろ。欲しいものはないか。
ならその口をしっかり閉じてろ。ドクター・エリオットソンを知ってるか？知らんなだ。本当に術が効くと思ってるのか？何を言うか。私は催眠術師だ。年寄りに手荒なことをするな。試合で丸く収めないか。白状してくだらない魔法の犠牲者を解放するんだ。